さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。女優、シンガー、ダンサー、パフォーマーのバビスーです。はい、皆さん、こんにちは。実は会計士をやっております。で、時々、タトゥーモデルをやらせていただいてます。レイナと申します。お久しぶりです。そうだっけ？お久しぶりでもない。この前うちに来た。そうだよね。1ヶ月、3週間前ぐらいに。うん、うん。この前ぶりです。はい。うん。でも、かれこれも長いよね。長いね。うん。あれ、いつぐらいだったっけかな？多分10年とか。あ、そうだね。うん、もし11年前とか初めて会った時に。そうだよね。そうそう。ライブでも増えたでしょ、私も。そうだね。最初より増えたよね。増えた。前。タトゥーの話ね。タトゥーの話合ってんのかな？うん、そう。前は、うん、足と腕しか入ってなかったんだけど。うんうんうん。そうだね。両腕と。首とかはなかったもん。まだなかった。多分首は2、3年前ぐらいだから。うん。そうだね。うん、そう、じゃあ今日は、うん、そのタトゥーのことについて、はい、いっぱい質問しようと思います。よろしくお願いします。あのさ、和彫りとさ、洋彫り、洋彫りっていうの？あ、洋彫りね。はい、一般的に。なんか違うんだよね。あ、和彫りと洋彫りは、そうだね。全然違くて、うん、デザインも違ければ、なんかその使う、その彫る時のそのマシンとか、うん、その針の深さだったりとかも全部変わってて、あとインクとかも違うんだ。うん、ちょっと違くて、うん、で昔のなんか和彫りっていうのは、うん、なんかその手彫りっていうの、うん、なんかその日本独特のね、を和彫りって言ってて、うん、でも最近はもう和彫りもなんかそのマシンで機械で彫れるようになり、うん、ただなんかその同じ機械でも、なんかその深さやら、なんかそのインクやらが、後から、和柄っていうのと、うん、まあその洋彫りは、まあそのトライバルだったり、あとは、なんかそのニュースクールだったり、なんかいろんなね、うん、いろんなジャンルがあって、うん、ヨーロピアンタトゥーもあって、うん、そう。だから、まあ全然、和彫りと洋彫りだと、全く全然違うよね。で、なんかさ、和彫りは和彫りしか入れちゃいけないみたいな、なんかあるの？あ、入れちゃいけないわけじゃない。入れちゃいけないわけじゃないけど、例えば全身和彫りにする場合に、例えば、その一つでもうその一つのストーリーになってしまうのね。うん、だからなんか、ちょっとずつ入れたとしても最終的にはそれを繋げて、全体的に。だから、その和彫りを入れてて、その中になんかその洋柄みたいな、柄を描かれるから、なんか、洋柄そこに入ってしまうと、うん、その和彫りの中にさ、やっぱボタンとかさ、菊、うん、とか菊の花とかあるじゃん。うんうんうん、でも、そこになんかバラとか、そのドクロとかさ、ね、うんうん、入っちゃうと、なんかそのアンバランスっていうか、うん。うん、へ、気をつけなきゃいけないっていう。気をつけなきゃいけないんだ。そう。半分半分なんだってね。あ、そうなの、なんか。レイナちゃんは。そうなの。で、それが、そうよく聞かれるんだけど、うん、なんか、和彫りって背中一面入ってるじゃない、うんうん、で、なんだけど、でも、私どっちも好きなのよ。うん。だから、和彫りってもう全身和彫りにしてしまうと、うん、なんか、そのもっと楽しめない。うん。で、洋彫りも好きだから、なんかその半分に割って、うんうん、こっち半分が洋彫りで、こっち側が、こっち側が全部。うんうんうん、だから、洋彫りの中でいろんなジャンルがあるじゃない、うんうんうん、で、そのブラック&グレータッチだったり、うんうんうん、トライバル、で、あとはなんかそのニュースクールだったりとかいろんなの入れて、まとめちゃって、うんうん、で、こっち半分は全部和にしたのね、和彫りにして。で、背中はやっぱりもう一つのアートだから、うん、背中はもう全部和彫りにして。ああ、そうなんだ。そうそう。だからこっちはこっちで洋柄を楽しんで、うんうん、こっちはこっちで、そうだね。そう。だから、上下で割るとやっぱりさおかしくなっちゃう。うん、そう。で、首もだからそうなの。首も。ええー、そうなんだ。そう。もう真ん中はどうしようもないけど、こっちがボタンで、うんうん、で、こっちがバラになってる。本当だね。そうなの。本当だね。で、パッと見わかんないけど。うん、パッと見わかんなかった。そう。はぁー。ちゃんと分けてやってる。へぇー、そういうこだわりがあるんだ、ね。こだわり、そう、こだわりが強い。あと、なんだっけ、うん、この前、タトゥーコンベンション。タトゥーコンベンション。ああいうのがあるのも私知らなくて。そうなの。なんかね、一応、日本でもそう、あるの、そういうのが。へー、うん、すごかったよね。あれすごかった。なんかね、
あの、コロナ前までは、うん、その、キングオブタトゥーっていうさ、十、うん、何年ぐらいもやってる、うん、あの、日本で一番大きい、うんうん、で、そのコンテスト、コンベンションがあって、うん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 、で、あの、まあ、海外からもいろんな堀井さんとか、その、タトゥーの、なんかその、まあ、大会だからそこに参加する人たちが来るのね。うん、で、コロナでなんか2年ぐらいできてなくて、うん、で、今年まだあの復活して、うん、で、私ちょっとあの、プレゼンターをやらせていただいて、うんうんうん、やってたやつだ。そうなの、そうなの、うん。で、一応なんかその、まあ、いろんなカテゴリーがたくさんあり、で、2日間やるのね。うんうんうん、で、あの、2日間で、700人ぐらい、なんか600、700人ぐらいが、うん、そんなすごい大きい箱じゃないけど、うん、なんかそこに、あの、来て、ご来場して、で、もう、ジャンルがたくさんあって、いろんなカテゴリーあるじゃない、うん、なんかその、ワンポイントタトゥー部門だったり、うん、ガールズ部門だったり、うん、なんか背中部門とか、うん、で、その、あの、あまりにもジャンルが多いから、あの、3位は決めなくて、1位と2位だ、うん、優勝と2位まで、うんうん。そう、で、なんかその、優勝した方は、なんかその、プレゼンター、私と、まあ、初日まだ違うもう一人、女性で、うん、で、私は2日連続でプレゼンターやってて、で、なんかその、優勝した方だけ、最後に一緒にプレゼンターと一緒に写真を撮るっていうのをやってて、商品を渡して、トロフィーを渡して、で、それ2日間頑張ったので、そしたら、なんかその、主催者の、なんかその、笠さんって方から、あの、特別功労賞っていうのを、で、その優勝者と同じトロフィー。うん、え、もらったの？うん、そう、もらったの。すごいじゃん。それなんかタトゥーマシンの形になってるってことで、でも実際本当に使えるやつ。え、実際使えるやつらしいのね。え、マジ？知らなかったんだけど。え、すごくないですか？そう、この前なんかそのアフターパーティーみたいなのやってて、うん、で、行ったら、なんかその、持ってるって言われて、うん、あ、お家にありますって言ったら、うん、あれ実際使えるやつだからねって言って。10万ぐらいするんだって、こっちって。へぇー。そう。すごいじゃん、功労賞。そう。で、なんかあの、来年も、また、なんかその、お願いしますって、なんか言われて。で、来年とかなると、コロナがもっと落ち着いて、うん、もともと、もっと海外からたくさんの方がいらっしゃるのね。で、まあ、そうなのね。そうなの。今年はそうでもなかったんだね。そう、やっぱまだ。そうなの。まだ、欧米、うん、アメリカとかヨーロッパの方たちはちょっといら、来てたけど、うんうん、そのアジアとかは全然、なんか昔は台湾とかからすごい、中国とか韓国とか。で、なんかその主催者の加藤さんが、うん、その来年はもっとその、こう、海外のその方たちもたくさん多分来るはずだから、うん、あの、そのプレゼンタープラス、なんかその、なんだろう、ちょっと、ちょっとマイクパフォーマンスだったりとか、うん、で、私喋れるじゃない、あっち。喋れるから、なんかそれもちょっと、その、外国人向けにやってほしい。へぇー、じゃあ来年も楽しみだね。楽しみ。なんかさ、自分が好きだから、うん、なんかその、あの、すべての人と写真撮れるじゃん。優勝した方全員と。普通さ、知らない人だから撮らないでしょ、うんうんうん。そうだね、そうだね。そう。でもプレゼンターだけは、その優勝した方とは必ず一緒に写真撮れるから、うんうん、もうめっちゃ嬉しかった。うん、じゃあ来年のおやつも楽しみに。楽しみに。そう。レイナのインスタチェック。インスタチェックしてください。Welcome to Big in Japan! ボビーバラスペシャルです。今日は素晴らしい特殊な選手を集めて腕相撲大会だぜ。皆さんに紹介したいと思います。俺ここに全部勝つ。はい、始まりました。始まろうよ。何せつも嘘と分かんない。早く行こうよ。行くぜ。全部、はい、これが。いやあ、何何何何でもないです。僕も30万欲しいですね。あと何聞こうと思ったら、タトゥーといえば、温泉とか行けない、うん、ああ、そうなの。あの、温泉って、基本的には結構ダメなところが多いよね。多い。で、あの、温泉もそうなんだけど、なんかそのいろんな施設あるじゃない、うん、レストランとかも？レストランとかはすごい面白くて、うん、あの、
すごい、エクスペンシブ、高い、高級、すごい高級なレストランとかだと入れるの。で、すごい大衆居酒屋とかさ、ああいうところも OK の。で、一番なんか、難しいのが、その中間ぐらい、なんか、ちょっとなんか高級そうな、みたいな、わかる。そう、そういうところは結構ね、なんか言われたりする。隠してくださいとか言われてたり。で、温泉は、それも一緒で、まあなんかその、お金を払えば、なんかその貸し切り。そうそう。で、温泉好きだからよく行ってる。すごい行ってる。まあ、わかるよね。見てる。そう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 。で、銭湯とか、まあ最近はね、でも結構行けるところが多い。行けるとこあるね。うちの近所もあるけども OK。ね、そうだよね。そう。で、結構まあちょっとずつは日本でも。緩くなってきてる。緩くはちょっとずつ、すごい緩やかに。緩やかに。緩やかに、そうそう。スローリーに、なんかちょっと、まあ、浸透してきたんかなと思う。でも、やっぱり、未だに、街歩くじゃない、めっちゃ見られるもんね。もう視線が痛い。もうすごい、ね。そう。日本だとやっぱりそう、関わりたくないと思うじゃない、歩いてると。でも、なんか、外国人の方とか、たまにこう、すれ違う、六本木とかさ、銀座とかでね、逆にすごいの、なんか、なんか、タトゥーすごいね、綺麗ですね、みたいな。写真撮っていいですか、その和彫りを撮りたい。ああ、そっか。そう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 。だから日本人と、その外国人のタトゥーに、アートに対する感覚って全然違う。違うんだよね。すごい実感する。そう。あっちは興味を持ってくれるじゃない。あ、なんか、すごいですね。日本の方だと、なるべく、なんかその近寄りたくないみたいな。怖い、この人怖い人かもみたいな。そうなんだ。そう。すごい。なんかオーラで感じるんだよね。へぇー。でもこっちも、ね、話しかけたりしないけど。まあ、そうそう。別に私もあなたと別に仲良くなりたいわけじゃないし、みたいな、なっちゃうけど。そうそう。へぇー。面白い、すごい。へぇー、じゃあ、っていうか、何がきっかけで、一番最初のタトゥーってどれ？一番最初のタトゥーってなると、本当はダメなんだけど、日本ってタトゥーってさ、まあ一応ほら、成人。あれ？あ、そうなの？なの、そうなの。え？嘘、それさえ知らなかったんだけど、私。そうなの、そうなの、本当はね。で、そうなんだ。ちゃんと出して、未成年は入れちゃいけないっていうのあって。へぇー。でも、まあ大体は。私も未成年の時入れたよ、最初のやつは。私も。でも海外で入れたから、日本じゃなかったから知らなかった、それ。日本で未成年で入れちゃった。あ、そうなんだ。その当時は、なんかね、今みたいに厳しくなかったの。で、今って、なんかそのタトゥースタジオだけじゃなくて、やっぱり、なんかそのクラブとか、なんかそのいろんなお店もさ、入る時に年額っていうか、なんかそのきっちりやってるじゃん。で、昔はやっぱ多分、まあ、そこまで厳しくな適当だった。そうそうそう。だから、まあ大体知り合いの紹介とかでさ、私も16歳ぐらいの時に、で、しかもさ、未成年でさ、最初入れるのってもっとちっちゃいの入れるじゃない、なんかバレないように。私さ、ファーストトゥーがこれだったわけですよ。あ、それなんだ。16歳の時に。へー。でか、いきなりね。そう。で、もちろん隠すじゃん。隠して学生だし、ダメなのね。で、お家でも、なんか親にバレないように。それバレないようにって言っちゃう。上ちゃんと来て。そしたら一回、なんか学校終わりに友達と遊んでて、で、だいたいまあ、みんな家族がみんな寝てる時間、で、お家帰ってきたの。したら本当電気消えて、真っ暗だった。あ、じゃあみんな寝てるんだと思って、で、お風呂行って、もう自信満々普通にこたした状態で出てきたのね。で、お父さんがさ、リビングにいて、なんだそれはって言われて。怒られた。怒られて。反省文書かされて、二度としません。二度としませんって言った結果、こうなった。そう。で、その2週間後に2個目入れたの。そう。で、結果、こうなった。こうなりました。
そう。へぇなんで入れたかっていうと、なんかわかんない。なんか好きだったんだよね。うん。そう。まあ、沖縄っていうのも多分あったかもしれないけど、出身が。うん。そう。沖縄ってやっぱそのタトゥー文化っていうか、そのカルチャーがあって、うん、女性は、その、12、3歳ぐらいから、うん、まあ、18から20歳ぐらいにかけて、うん、あの、ここからね、うん、全部こう入れる、そういう文化があったの。あったんだ。あったの、沖縄の独特な文化があって。へー、それも初めて聞いたんだけど。そうなの。で、それが、あの、こう日本政府により、うん、まあ、その、まあ、沖縄がほら、その、うん、あの、うん、日本に帰ってきたのに、うんうん、なんかそういうのは、あの、イメージが悪いからっていうので、それもなくなっちゃったの。そう。うちの、なんか、その、母方の、あの、ひいおばあちゃんとかを、もう全然、ここ入ってた。もう今なくなっちゃってるけど。へぇー。そう。でも、なんか、綺麗になんか、その、こっちが入ってる女性が、なんか、その、ちゃんとした大人の、綺麗な女性って、そういうのはね、みんな知らないよね。知らない、知らない、知らない、全然知らない。知らないよね。初耳。うちなんち、あの、沖縄人だったら結構俺知ってるかもしれない。あ、そうなんだ。うん、今はなんかそれもなくなっちゃったんだけどね。へぇー。そうそうそう。昔はだから、昔の、あの、沖縄人の女性たちは、ここ履いてたのが、ね。両腕。で、大体、まあその8年とか、なんかその結構10代から、その、そうだね、成人ぐらいまでかけて、こう入れるっていう文化があった。へぇー、それは知らなかったわ。そうなんです。だからそれが、ちょっと数十年前ぐらいに多分なくなったかもしれない。で多分そういう DNA 持ってるから、うちなんですよ。多分すごい興味があって、なんかずっとちっちゃい時から好きで、さ、これ笑われるんだけど、あの、同級生とかに、小学校の時に、あの、その、あまりにも、なんかその時から興味があって、で、あの、百均とかなんかそういうところに行くとさ、シール売ってんじゃん。タトゥーシールみたいな、いろんななんか、あれを買って、それをね、貼って、あの、そのタトゥーシールをね、それを同級生とかに見せながら威嚇したっていう。そう、それぐらい好きだったの。へぇー。そう、ずっと好きだった。まあ、じゃなかったらこうならない。ならないね。そうそうそう、そう。タトゥーがあって、で、良かったことと、悪かったことっていうか。あ、そうな、なんか良い思い出と悪い思い出とかさ。なんかない。ある。痛かったっていうか、どこの場所が痛いとかある。タトゥーね、よくね、よく聞かれる。痛くないのって聞かれる。痛くないのって、なんかその3種類、絶対必ずなんか言われるのが、1番が痛くなかったのとか痛くないのっていうのと、2番目が、あの、そのいくらかかったのって、で、3番目がなんで入れたのっていうので、やっぱその一番聞かれるんだけど、タトゥーってやっぱりすごく痛いよ。まあでもね、マミもま、あの、ね、入ってるからあれ、分かってる。場所によってでも私は違ったかも。あの、一番痛いのは。お腹は痛くなかったけど、私はね、お腹は痛くなかったけど、腰の方が痛かった。そう、あの、神経がやっぱ集中してるから、腰とか。で、私はね、あの、お尻が一番痛かったの。確かにお尻も痛かったかも。だからお尻腰。そう、お尻が本当に痛くて。で、みんな結構さ、首って言われる。なんかイメージとしてさ、うんうん、首。そうだね。そう。でもね、私は意外と、首もまあ、まあ、どこも痛いじゃん。まあね。痛いんだけど、うんうん、もうお尻が一番痛かったかなと思う。でもなんかさ、なんかその、ノーペンノーゲンって言葉があるじゃん。でも、まあ多分タトゥーに使う言葉じゃないんだけど、私はね、それをよく、あの、みんなに友達とかに、やっぱり、あの、痛くないのとか聞かれた時に、やっぱりさ、なんかその、痛みなしに得る、あの、それはできないよって言って、で、それこっち入れちゃったからね。ノーペンノーゲン。
そう。だから、やっぱ痛い思いして、うん、その自分がさ、やっぱ、うん、その綺麗なアートをやっぱ手にしたいからって思って、うんうんうん、痛いのもひたすら我慢だよね。うん。うん。でもなんか、すごい我慢しても、我慢しきれずに、やっぱあの涙が勝手に出てくる時がある。へぇ、そんな痛い時あるんだ、うん。うん、すごく痛い時があって、体調とかにも多分よるかもしれない。ああ、そう。そうだね。そう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 。痛いのはもうね、多分ずっと痛いとも慣れることはないね。うん、何回入れても、うん。そう。それはもうひたすら我慢するしかない。うん。そっか。で、良かったこと、悪かったこと。あ、良かったこと。あ、良かった思い出とか。良かった思い出とかは、あの、やっぱりなんだろう、その、タトゥーを入れて、うん、なんか、その、なんだろう、その、タトゥーモデルのなんかその仕事も、うんうん、で、全くそういうの興味がなかったわけです、うんうんうん、その、自分で友達と写真撮るの好きでも、うんうんうん、なんかさ、その、誰かになんかその撮られることってすごい嫌いだったのよ、昔は、うんうんうん。あ、そうなの？そうなの。全然好きじゃなくて。あ、そうなんだ。そうなの。え、めっちゃ意外なんだけど。そう。目立つことは昔から好きだったんだけど。うんうんうん、だからほら、昔さ、まあ、ちょびっとダンスもやったりとかしてて、うんうん、学生時代、うんうん。でも、なんかその写真撮られるのって、なんかすごい嫌だったの。うん、でも、そのタトゥーがちょっとずつ増えるにつれ、うん、やっぱなんかそういうピッキングをすごい、あれ、されるようになり、うん、で、前は嫌いだったけど、うん、なんかその撮られることに結構なんか、まあ、楽しくなっちゃって。へー。そう。で、今はま、時々、うん、そうそう、うんうんうん。あの、その、ブッキングいただいて、まあ、その相手のカメラマンさんが、うん、まあ、すごい言い方だったりとかしたら、うん、まあ、そういうのもしたり。うん、あと、なんかその、同じくタトゥー好きな、その仲間ができたりとかさ。だから、その、キングオフタトゥーだったりね、うん、コンベンションとか、うん、なんかそういう団体じゃないけど、あのグループね、うんうん。なんかそういう人たちと交流したりとか。うんうんうん、そう。それはなんか、やっぱいろんな楽しいことができるから、すごい良かったなと、うん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 。絶対普段さ、接することのない人種。うん、だって、あの、職種だったりとかも全然バラバラで、会社の社長さんもいれば会長さんもいれば、うん、もう本当になんか、全然学生さんもいれば、うん、なんかいろんな、あの方が、うん、アーティストさんもいれば、うんうん、そうそう。いろんな、あの、異ジャンル、異文化交流みたいな。通してつながる。つながって、うん、まあすごい仲良くなったっていうのはすごい良かったことかなと思う。うん、あとダメなこと。あ、デメリット。デメリットはね、もうね、まあ、言われたこと先聞いてから良かったかまあいや、でもダメなこと。いや、もうね、あの、もう数えるとキリがないんだけど、うん、やっぱ日本人として。そうなんだ。そう、日本人として日本で、うん、まあ生活してて、うん、やっぱりもう、常にやっぱりそのデメリットって付きまとう。だからさっきさ、その温泉とかの話もそうなんだけど、やっぱりあの、まあいけないことはないけど、やっぱほら普通の、うん、そのプライスじゃない、あの、うん、ちょっと高いお金払わなきゃならなかったりとか、うんうんうん、あとは一番は、なんかその、もう今は全然気にしなくなったんだけど、うん、変な目で見られる。なんか、その大体言われるよね。なんか、ヤクザの女ですかとか。あの、なんか、その、まあ、お父さんがそっち系ですかとか。そうそう。全然違うのに、やっぱそういう目で見られたりとか。そう。で、前はなんか、いじいじそういうのに、あの、なんか、反応しちゃって、イライラしてたけど、今はもう何とも思わないよね。で、それ、キリがないからさ。だって、それ気にしてたらさ、毎日イライラしなきゃならないから。そうそう。とは、一番は一回、すごい、真剣交際してた、うん、あの、彼氏が過去にいて、うんうん、で、その、親にさ、紹介された時に、うんあうんうん、そう、もう、絶対何があっても、もう絶対この女だけは無理って言われて。そうなんだ。で、彼はもう、その、私の方好きだったから、うん、もうその、縁を切ってでも、あの、一緒になれるって言って、そうそう言ってくれたんだけど、うん、嬉しかったのね、すごく、うん。あ、そこまで愛されてるんだと思ったら、うん、その3ヶ月後に別れちゃった。おめでとう。そう。で、まあ、その理由は、その親に反対されたことではないけど。うん。うん、まあ、いろいろもう数えきれないぐらいデメリットはたくさんある。ね、そういうのもあるんだ、ね。そう。あと、まあ、私自身は、まあ、なんか、その、まあ、仕事とかね、あの、運よく、ほら、いろいろライセンスも、あの、取って、
仕事って言ってるけど。じゃあそう、仕事ね。仕事を仕事がなかなか難しいと思う。ああ。見えるところだったり、うん、入れてしまうと、うん、普通にこう、隠れる部分に入れれば、普通の仕事も多分ね、できるんだろうけど、やっぱ、その、こういうところっていう首とかって、うんうん、私も普段仕事の時スーツ、パンツスーツ着るんだけど、うん、やっぱここ出るよね。うん、で、なんか、そういうのって、周りの人たち見ると、やっぱがっつり履いてる人って意外と結構経営者だったりが多いのよ。あ、意外と、ちゃんとしてる方たちが。そう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 。なんか本当のなんかその不良だったりと別としてね。うんうんうん、そういう方はもう、ま、別にその交流がないからじゃないけど、うんうんうん、その周りに一緒になんかそういう、仲良くしてる、そういう、本当にこう、送信ボディっていうか、全部履いてる方とか、うんうんうん、首とか履いてる人は、大体、まあなんかのアーティストさんとか、なんか、うん、とか、あとは、会社の社長とか、じゃないと、もうできないんだよね。そうだよね。普通に働く、どこかに就職するとかっていうのは難しい。難しい。それは日本だと本当に一番、まあいろんなタトゥーのデメリットってたくさんある中で、それが一番かもしれない。だって生活してこれで困るじゃない、うんうんうん、そう。だからもう、がっつり入れるんであれば。もう自営業。自営業とか、そうだね、うん。自営業もしくは、なんかその、勤め。企業の、うん、そうだね。なんかそれでもう誰にも文句言われないような、うん、そういう立場の人間になるかどっちかだ、うんうんうん。そう、うん。それは多分ね、私が思う一番日本で、タトゥー入ってる人。まあ、その、がっつり入れてる人ね、うん、が一番多分そうだと思う。デメリット。うん。うん、それで、よっぽどなんか能力が、あったりとか、すればね、別なんだけど、うんうんうん、なかなか仕事とか難しい。だよね。うん。だろうね。イメージがやっぱ、うん。そう。サラリーマンとかになるのも難しいし。まあ、そうだろうね。そう。かといって、なんかコンビニのアルバイトとかするのも、なんかそれもダメだし。そうだね。それもダメだよね。そう。だから結構それが一番難題なんじゃないかなと思う。うん。タトゥーはね、日本だと。やっぱり。未だにやっぱりイメージが良くないから、ね。うん。そう。でも本当にね、すごいキングオブタトゥーの、この前、参加した方たちも、すごかった。みんなすごいじゃん。すごかった、すごかった。もうああいう方たちって、だから大体ほとんど経営者なの。あ、そうなんだ。うん、社長さん。あ、うん、社長さんとか、あとなんか会社の、なんかその会長さんとか、そういう方が、もうほらもう、ね、誰にも別に文句言われない。ないから、うんうん、だからもうああやって、そうなんだね。そう。どっちかなんだよね。もう、タトゥーがっつり入れて、本当になんか就職とかできずに、うん、もうなんかそこら辺のね、ダメ人間になるか、うん、それから逆に、ほら、だからこそ、すごい努力して、上に、うんうんうん、目指して、なんかその言われないような立場になる人とか、ね、うんうんうん、もう極端だと思う。そう。なかなか難しいよね、日本だと。そうなんだね。やっぱ日本だよね。ボビーの YouTube チャンネル、まだ登録してない？そこのあなた、まだまだ登録してないなら、これから5秒ぐらい上げるよ。5 4 3 2 1、モス、モスの世界炸裂満載なんだ。格闘技やバラエティやコメディタッチありながらの続きはボビの YouTube チャンネルで、そのままお見逃しなく。ぽい、なんでなんかぽい。ボビの YouTube チャンネル、まだ登録してない？そこのあなた。あと日本の方が高い？あ、タトゥーの料金の話。うん、料金。日本はそうだね、なんか結構ピンキリでもあるけども、うん、私決して安いところで入れたくなくて、なんかやっぱり一生消えないものだからね。うんうん、で、なんかその値段とかでさ、ちょっと、でもその、すごい差があるわけじゃないじゃん。例えば時間、1時間で掘る
やつだとね、時間掘りって。例えばじゃあ、高いところでじゃあ、もう2万、1時間2万のところあります、うん。まあ、あまりないけどね。うん、で、あと、安いっつってもそこまですごい、だって1万以下とかでそうそうないからね。うん、そう、だいたい差があっても1時間何千円ぐらいの差だと思うのよ。うん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 、でも、やっぱりね、時間無理とかだったら、下手くそな人だったらさ、時間かかるじゃない、うん。同じだってさ、例えば、1時間でこれぐらい掘れる人もいれば、うん、これしか掘れない人もいる。だから、あれってさ、なんか本当にあんまり関係ないと思うよ。だから、私たちさ、足持ちとかさ、わざわざだってさ、韓国に行ってるって。ああ、そうなんだ。そう。旅行ついでにとかじゃなくて、うん、入れるために行った、その、すごい、入れてほしい、入れてもらいたい。ああ、アーティストさんがいらっしゃって、わざわざその人をブッキングして、これのためだけにわざわざ海外に飛びます。だから、そのタトゥー料金プラス、だってもうその往復の飛行機代とか、ホテル代とかさ、入れるとめちゃくちゃ高いんだけど、でも私は別に満足する、してる。だからこれだとめちゃくちゃ高い値段になってしまうんだけど。そう。でもやっぱりさ、すごい素晴らしい作品をね、入れてもらったから、私は全然満足してる。そう。だから、海外よりは、アメリカとかよりは高いかも。日本だと。そう。アメリカとかってさ、もっとポピュラーだからさ、たくさんあるじゃない。そうね。そこら中にあるでしょ？そうね。どこ行ってもタトゥーショップがあって、うん、で、その規制みたいなのも多分かかってないから、うん、日本だとやっぱりさ、スタジオちゃんとなんかそれで持つって多分、相当多分大変だったから、ね、ちゃんと看板出すっていうことね。潜りでやってるのはまだ別だしね。そう。だから、安いところもたまにあるけど、うん、基本的に行かないからあんまりわかんないけど、うん、でも、まあ、他の国に比べると高いよ。そうだよね。うん、韓国とかも、まあ私韓国に入れに行ったからあれなんだけど、うん、まあ私行ったところはすごい大きいところで有名なところだったから、うんうん、まあ日本とあんまり変わらない。変わらない。うん、でも、もっと小さいところとかは、もっとリーズナブルなところがある。で、日本だとやっぱりね、そこまですごいそんなに差はないから、まあまあ高い方だと思う。うん、日本は高いイメージがあるな。うん、そう、アメリカの友達とかが、うん、なんかよくさ、私になんかどっか紹介してって、うんうん、言うのね。うん、で、紹介するって言っても、なんか私のお気に入りのフリーさん、うん、だと、このぐらいの料金するんだけどって言うと、うんうん、そんなに高いのって言われる。うん、うん、高いらしい。高そう。そう、うん、総額いくらとかわかる？全然計算してないけどわかんないけど、うん。そうだよね。わかんないよ、ね。わからない。なんかさ、10個ぐらいだったらさ、まだ、まあね、くらってなるんだけど、ただここまで来るとわかんなくなっちゃう。トータル何時間なのかもわかんないし、うん、あと時間掘りで掘ったやつもあれば、うん、もう最初から例えば、これぐらいのサイズだとさ、うん、時間とかじゃなくて、これでいくらっていうのでさ、で、大体ね、一日で終わらないやつだと、うん、こう時間掘りで1時間いくらっていう、うん、システムに変わっちゃうのよ。一回でそう終わらないやつね。そうそう。だから、全然わからないけど、どうだろう、多分、何百万いってんじゃないかなと思うんだけど、わかんないけど。だよね。うん。だよね。そう。だってこれとかだって一回これ入れるためだけにほら、二回韓国飛んでるからね。そう、二回行ったの？あ、そうそう。一回、だから二日間、うん、連続でブッキングしたの。うん、で、8時間8時間ブッキングして、二日間、うん。で、それで、片面完成して、うんうんうん、で、気に入っちゃったんで、うん、その、半年後ぐらいかな。ああ、に、うん、もう片面。そう、だから二日間まだ、8時間8時間で掘って、うんうん、だから、これだけでももう、だってさ、何十万だろう。ホテル代やら、飛行機代やら、全部合わせると、食事代とか合わせると、うん、もう数十万。うん。なんか50万ぐらい多分いってるよね。うん。そう。15万、15、15、うん、そうだね。それだけ30万でしょ。うん、で飛行機代にホテル代に、うん、50万かかってるの。これだけで。これね。うん。そう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 。いやーでも超綺麗だね、それね、うん。これは本当に。すごいね。そう。これ、一回きりで、これ、色になってるの。いやー、すごいわ、すごいね、その色の。本当に。いや、すごい。本当に、だからさ、私わざわざね、ブッキングしてさ、行った。うん、
いや、それは行くわって感じ。行くでしょ。いや、この仕上がりはなかなかないよね。ない。で、しかもこれ1回しか入れてないのよ。だから普通にほら、なんかその、足したりしてなくて。うん。1回でこの仕上がり。いや、すごいよ。うん。いや、これ本当にね。そこまで綺麗にやってくれるところは。そうなんだよ。なかなかないだろうね。だから、その代わり入れるときにめちゃくちゃ痛いけどね。だからもうきっちりインクをもう入れるし、深く彫るし、そう。で、細かくやっぱ作る。じゃないとこの、こんな綺麗な発色にはならない。ならないんだね。そう。これはもうだから、もう愛おしくてしょうがないの。いやー、それは。そう。お金もかけて、時間もかけて。そう。で、自分のなんか作品は全部なんか愛おしいのよ。うん。そう。痛み、ね、痛みを我慢して、お金も払って、時間も使って、そうそう、手に入れたものだから。そうそう。まだ完成してないけど。まだ完成してないの？完成ってコロナでさ。あ、そっか。なかなかね、そのブッキングとかなかなかできなくて。だからまだ未完成のやつとかも全然ある。あ、そうなの？うん。太ももの後ろとか。あ、そうなんだ。そう。あと一回で終わるはずだったんだけど、まあそこでストップしちゃって。ああ、そうなんだ。いけてなくて。あのさ、デザインって、毎回どうやって決めてる？あ、そうだよね。もう、まあたくさんあるから、なんか、その、まず、最初に、例えばこう、さっき言ったじゃん、その半分で、その用途割って分けてて、で、その、こっち側に入れるときって、まず、その大きいものってさ、自分の好きな、ものを、選んでね、その、打ち合わせとかさ、その、お弟子さんと打ち合わせして、まあ、それはすごいシンプルに好きなものとかを入れて、で、その後、ある程度ポンポンって決まった後は、やっぱりそのストーリーをつなげなきゃならなくて、例えば色合いとか、ああ、つなげないとおかしくなるからね。洋彫りよりも、その和彫りの方が、よりそれ、抽出される、もっと大事なのよ。そうなんだ、ね。そうそう。洋彫りは、ある程度、形とか色とかを、で、その、間にこう、つなげるもので、なんかその、全体的にこう、つながってるように見せる。で、和彫りの場合は、やっぱりその、和彫りってこう、大きい一つの、こう、なんかデザインみたいな感じになるから、その柄も、その、選んで入れないと、そう。で、それを一つの、こう、なんだろう、こっち側が、例えばその恋だったりとか、その、頬だったりとか、それぞれ何かが意味があるのね。入れずの、動物のなんか、虎は虎でなんかの意味があって。あ、意味があるんだ。よくあるじゃん、なんか花言葉みたいな。あ、はい、はいはい。で、それが、その入れ墨の中でも、なんかその、あるの、恋も、へぇ上向きと下向き、上り声と。へぇあるの。だから、そういうのを、堀井さんと、私もさ、そんなに、それは自分でも全部わかんないから、堀井さんと相談しながら、そう。で、これは形、こう、下向きにしますか、上向きにしますか、とか、全体的にこう、一体感が出るようにして、そうやって相談して。ああ、じゃあ今入ってるやつ、他のとの兼ね合いで決めていくってことね。そう、他の。だから、最初はいいんだよね。少ない時ってさ、ポンポン入れちゃえばいい。で、ある程度入ってくると、どんどんあともう隙間埋め作業みたいになってしまうから、そうすると、こう、すごい、やっぱりより難しくなってしまう。まだもっと入れたい？あ、今ね、そう、さっき、ゴールは？ゴールは、とりあえず、私、顔は絶対入れないって決めてるから、でも、あとは、その、完成してないものをまず完成させて。ああ、まだできてないのあるって言ってたもんね。そうなの、コロナのあれでね。で、あとは、なんか、その、さっき言ったように、この、隙間を埋めてるような感じで、そうそう。だまあ、首から下はいずれ全部多分入るんじゃないかなと思う。ほら、なんか全身タイツみたいな。ボディスーツみたいな。そう。あと入ってないのは右膝と。膝と、あと足の甲。ああ、足の甲か。で、これもまだ完成してないのね。ほら、ポンポン入ってる。その間を埋めるってこと、ね、あ、そうそう。つなげなきゃならなくて。で、あとは、ここ脇腹。背中あるし、前もこう全部入ってるんだけど。こっち脇腹痛そう。脇腹多分痛いって聞く。なんか、肋骨がある。そうそうそう、骨の近くだね。そう。だから、あとは後ろの、なんか、足の後ろの部分に隙間があるから、そういうのを、だから、最後の方が難しい。デザインとか考えるときに。そうだね。その他のデザインを殺さない。そうそうそう。
そうそうそう。だからそれはもう気長にそうやっていこうかなと思って。Welcome to Big in Japan! ボビーバラスペシャルです。どうも素晴らしい特殊な選手を集めて腕相撲大会だぜ。皆さんに紹介したいと思います。ここにここに全部勝つ。それでは、はい。始まりました。行こうよ。行くぜ。全部、はい、これが。なあ、なでもないね。僕も三十万欲しいです。あのさ、うん、男の人はタトゥー入ってる人が好きなの。あ、それね、よく聞かれるんだよね。うん、必ず聞かれる。なんか、例えば、ちょっとこう、好意を寄せていただいて、うん、で、なんか、でも、まず、聞かれる。さ、その人はほら、入ってなくて、うんうん、もしくは、1個、2個ぐらいしか入ってないと、なんか、男性って、自分より、なんか、がっつり入ってる女って好きじゃないらしいのに。あ、そうなの？らしいの。中には、いるんだけど、うん、入ってなくても、タトゥーが入ってる女の人全然付き合う。うん、でも、なんかね、ちょっとなんかそのプレッシャーを感じるらしいの、変に。日本人はね。そう。で、必ず聞かれるのが、なんか、そのタトゥー入ってないと、やっぱそう恋愛対象として見れないのって言われる、うんうんうん。全然そんなことなくって。うん、私、ほら、マミも知ってるけど、元彼ね。うん、まあ、すごい長くさ、付き合ったじゃない。彼、一個も入ってない。一個も入ってないし、なんだけど別に、その、入ってないけど、うん、タトゥー自体は別に嫌いじゃない。うんうんうん、自分で入れない。だからそこなんだよね。入ってなくても入っててもいいんだけど、うんうん、なんか、その私の価値観に合うか合わない、うん。好きな人やればいいっていう考えじゃない。で、嫌いだったらやらなければいいじゃん。うん、だからそれを一時他人を、なんかこう、うんなんかこう、文句言うような人は嫌。それは、そもそもだよね。そもそも。だから、まあその恋愛対象は全く関係ない。うん、タトゥーが全然入ってない人でも、全然関係ない。ただ、その恋愛とかじゃなくて、普通に見ててだよ、うん。全く双子でさ、同じ顔、同じ体型の人がいたとして、その、いたとして、で、その、タトゥー入ってる人と、うん肩入ってない。で、どっちが目が行くかっていうと、入ってる方に目が行くっていうのが実際。だから、それは、そうそうそう。どっちも全く一緒な状況で、うん、そう、同じ条件で、あった方が、まあ、目が行っちゃうっていうの、うんうんうん。ただ、まあ、関係ないかな。うん、関係ない。そうそうそう。さっき一個一個にさ、いろんな意味があるとか言ってたじゃん。はえでもこれ多分説明してもらったらエンドレスだけど、うん、エンドレスそうねそうねえなんかじゃあなんかいくつか、うん、意味入ってるやつの意味って聞けるやつあるああるまず一番じゃあ説明しやすいやつ、うん、だと絵だとやっぱりさもっと分かりづらいから分かりやすいやつだと、うん、でこっちの方ってまあ汚れ入れてるじゃない、うん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 、でまあその中にこのブラック&グレーっていうジャンルのパーツがこっち側にあって、で、こっち側はなんか全部文字が入ってるんだけど、まあ一応英語でね、でさっきまあ言ったノーペンノーゲンも入ってるんやけど、さっき冗談でさ、入れ墨のね、まあそういうのじゃなくて、この言葉の意味が好きで入れてるの。で、こっちに結構自分の好きな、自分のなんかその、なんだろう、好きな言葉とかを入れてて、で、まあ、マミはほら、映画わかるからね、直訳するとさ、すごくおかしくなるけど、sex and better than love とか、で愛がやっぱりとてもあれだ、大事だよとか、あとね、ここにクレイジーガールも入ってるよ。ここかなクレイジーガールって入ってる。うん、うん。ああ、クレイジーガールタイプ。うん、そう。だってさ、ほら、日本だとね、ほら、こう、変な目でやっぱり見られるから、うん、なんか、やっぱこう、普通じゃない、こう、人だとこう思われるじゃん、うん、で、だいたいクレイジーって呼ばれるから、うん、もう、なんならもう、それを、なんか、あえて、うん。そう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 。へぇ、うん、クレイジーって呼ばれる。そうそう。で、そもそもさ、なんか、普通ってなんかわかんないよね。なんだろう、普通って。うん、マミってと思う。
ノーマルってなんだろうってわかんない。うん。だから自分が基準だと思ってるから、自分が普通。そうよね。うん。だって、それぞれみんな違うんだよね。そうそう、それぞれみんな自分が普通だと思ってる。うん。そうだよね。だからそれに合わせて自分と違うものに対して。違うものを普通じゃないと思うんだけど、ね。そうだよね。うん。そう。だからまあこれはそういう由来で、うん、そう。あえて、だから、まあなんか自分のなんか価値観やら、なんかそういうもの、うん。を結構、これは文字で分かりやすく言ったんだけど、うんうんうん、あとなんかさっき言ったように、うん、その花言葉だったりとか、うんうん、その一つ一つに何かしらその意味があって、うん、で、それに自分のなんかその日頃のなんかそういう価値観みたいなものをなんか込めて入れてっていう、うんうんうん、そう。です。です。です。あのさ、さっき、その話が戻るんだけどさ、うん、沖縄のさ、うん、カルチャーのこととか言ってたけどさ、生まれたの沖縄？生まれが沖縄なの。あ、生まれたのが沖縄なの？そう、あのね、沖縄の、その本島じゃなくて、ちっちゃいところは、ね、石垣島っていうところがあり。ああ、めっちゃいいところだよ。そうなの。で、石垣島で生まれて、うん、5歳半ぐらい。だからもう小学校行く前、手前ぐらいまで、うん、だから石垣島に住んでて、で、そっからこっちの方に来て、うん、でお父さんこっちの人で、うん、で、お母さんがうちなんちゅうだよ。だからナイチャーとうちなんちゅうの、ハイブリッドなの。ハイブリッド。そう、ハイブリッド。そう、半分半分。そうそう。そうか。でも性格はなんか沖縄よりかもしれない。うんうんうん、あんまり結構過殺だし、うん。そうそう。なんだけど、頭脳の方はお父さんに似てくる。うん、だって会計士だもんね。そうなの。理系だから。うん、で多分、ママは、そういう、なんだろう、すごい勉強ができるとかじゃない感じだったから、どちらかっていうと、なんかその、なんか歌やったりとか、うんうん、なんかその、なんか日本舞踊やったりとか、そっち系だったから、芸能系。芸能、そうそうそう、そういうのが、まあ、そういうアートが好きな、うんうんうん、人で、うん、お父さんは、だから、まあ、なんだろう、理系男子っていうか、うんうんうん、その図面変えたりとか、うんうんうん、そういう設計したりとか、なんか、うんうんまあそういうの昔からやってて、うん。で、まあそういう会社もね。ソロ版がめっちゃ得意なんだもんね。暗算めっちゃ。これね、本当にね、これは本当自慢なんだけど、うん、そのうちには未だになんかその症状とかさ、ほら、親ってさ、うん、なんかそういうの飾りたがるじゃない、うん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 、で、私なんか変わった子供でさ、うん、なんか漫画とかそういうの全く興味なかった、うん、全然なくって、うんなんか、そういうのなんか好きだったんだよね。なんか。へで、いろんな習い物ってさ、させられるじゃん。うん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 、なんか。でも、その中で、なんかその、ソロ版がすごい好きで。ソロ版が好きだったんだ。好きだったの。大体嫌うじゃん。でも、計算が好きなの。計算が好きなの。で、なんか、すごい楽しくなって。で、あれ、ソロ版やってるうちに、だからその暗算っていうものも、なんかその、学習するようになるのね、自然と。で、暗算っていうのは、まあ、いろんな、今じゃなんか、いろいろある。なんか、インド式やら、なんかいろんな式やらってあるんやけど、うん私、その当時は、だから、あれだよね。まあ、そのソロ版からの暗算。うんで、要するに頭の中で、その、ソロ本がフラッシュする。うん。だから、その数字を見ると、その、脳内で、ソロ本が、こう、動く、
なんか動くっていうの。なんかそれで暗算するってやつで、うん、あの、小さい時に、小学生の頃に、なんかその暗算大会とか出てたのよ。2位になったことが。そう。で、その症状、あの、あるじゃん、うん、あれもなんか、うちに、あの、実家に、こう、うん、ちゃんとね、大事に飾ってあって、で、なんか、中学生ぐらいとかになってから、友達とかさ、家に遊ぶんだよ、うん。恥ずかしくて、思春期だから。なんか、その、小学生の時のなんか、それとかさ。うん、あと、なんか、作文とかの、なんか、それで、それは別に大した大会とかじゃない、学校でね、うん、なんかそれでなんか入賞しましたっていう、うん、なんかそれも全部さ、うち飾ってんの、うちに。いや、恥ずかしくてそれ外してって言った記憶がいや、すごいよね。暗算とか考えられない、私。でも計算高い女かもしれない。ある意味でもなんかわかんないけどね、好きだったんだよ。なんかすごい楽しくて、なんかそのやる、その、そろばんが楽しくて。うん、で、あの、うちの妹とか全く興味なかったんよ、それ。で、同じ、二個下なんだけどさ、うんうん。で、大体ある程度さ、こう、同じ、その、習い事とかさせられんじゃん。でも、うちの妹はピアノとか大好きで。うん、でも、なんかその、勉強系のやつ、うん、そういうの全く興味なかった。で、ママにそっくり似てるよ。で、お父さん似てる。いやー、考えられないわ。すごい。それちょっとね、あの、未だになんか、その、いや、あの時、なんか、その、なんで、自慢だなって思ってる。うん。うん。で、これさ、あの、マミはさ、ほら、ね、知ってるからさ、うんうんうん、仕事も知ってて、うんうん、なんだけど、そうじゃない人から見て、うん、さ、私のこの風貌だとさ、うん、私昔なんかその暗算大会出ましたって、誰も信じてくんないでしょ。さ、計算が好きなんですよ。その場が大好きなんです、みたいな。いや、それこそなんかさ、なんかマミがさ、なんかそのほら、習い事でさ、うん、あれなんだっけ、あれ。あの、弓じゃなくて。アーチェリー？アーチェリーって言った時に、うん、普通それないよねっていう、なんかその感覚と同じだよ。あ、そろば、そろば好きって言ったら、普通ないよねって。いや、普通ない。いや、変わってるなぁ、とか。そうそうそう。いや、私もなんか同じこと思ったけど。マジで自分的には普通なんだよ。だえ、だって面白いじゃんみたいな。だからもうお互い様なんですよね。え、他に趣味なんかあるの？ソロ版以外で。あ、ソロ版以外で。ソロ版以外で、あとは、なんだろう。趣味っていうかどうかわかんないけど、うん、あれだよね。あの、ほら、旅するのが好きでさ。いろんなところに。へー。そう。で、その大体一人で行くのが好きで。え？そう。そう。で、ほら、その昔さ、留学したことがあるし。うんうんうん、うん。で、まあ、何個かの国に住んだことがあって、うん、で、その休みの時間とかさ、うん、大体私は一人でどっか行ってた。なんかその自分で行きたいところとか調べて、一人でだよ。で、今考えたらさ、怖いよね。うん、大人に、なんかもっと大人になってさ、考えるとさ、怖いじゃん。うん、でもその時はもうその行きたい、なんか、あそこ行きたい、あそこ行きたいって気持ちが強すぎて、もう全然一人でって。だから、さ、中国に住んだ時にさ、なんか、西安って、西の安って書いてあるさ、うんうん。あそこに、あ、実は始皇帝が大好きなの。うんうんうん。あ、言ってたよね。あ、そうなの。うん、で、あの、好きな人物、歴史上の人物でさ、うん、やっぱ古い順番で始皇帝と、うん、あと、チンギスハンと、うんうんうん、あとあの、最近ちょっとこれは、口に出せないんだけど、例のね、あの方がさ、うんうんうんで、ちょっとこれはあれなんですけど。で昔からさ、ブレなくて結構。へぇー。そう、で、どうしてもなんかそれ、なんだっけ、始皇帝のお墓見に来たくて、うん、で、その時に北京に住んでて、うん、で、めっちゃ飛行機乗って、さらに乗り換えて、うん、でも、すごい長い、遠いのね、うん。で、そこに行って、ちゃんとその、兵馬俑の、あれを見て感動して泣いて写真撮ってっていう、なんか、で、いろんなとこそう、で行くのが好き。へ一人旅が好き。趣味かな。そうじゃん。趣味に入るかな。へぇそう、趣味に入るよね。うん、入ると思う。入るよね。そうそうそう。行くのが好きなの。でもいるよね。私一人旅とか無理なんだよ。一人、なんかね、その、女友達とかで一緒になんか温泉とか行くのとかも好きなんだけど、うんうん、でも、やっぱその、旅ってなると、私行きたいところがさ、その、ああいうなんか変なところだからさ。うん、なかなかね、そう、わかる。で、一人の方が、動きやすいんだよ、やっぱり。うん。そう。その時間とかも合わせな、
あの、例えばさ、一緒にホテルとか泊まっても、うん、あの、二人だと、三人だとさ、うん、その、うん、待たなきゃならないし、一、うん、人の方がもうパッと起きて、うん、パッとなんか出、うん、出たい時に出てっていう。うん、そう。だから、多分、前にその日本に、あの、帰ってきた後に、あの、中国の方とその話をしたことがあって、うん、で、中国ってとっても大きいじゃない、うん、広いじゃない、うん、で、中国人でも結構なかなか結構いろんなとこ行けてない。ああ、そうだろうね。で、あの、なんか、どこどこ行ってきましたみたいなって話をした時に、うんうん、その本場中国人より私の方がなんかたくさん行ってたっていう。あ、勝ったみたいな。そう。だ旅が好き。うん。そう。あっちこっち行くのが好きだな。うん。それぐらいかな。じゃあ、うん、最後の質問は、うん、この中で一番思い入れの強いタトゥー。なるほど。思い入れが強い。思い入れがある。うん、はいはい。タトゥーって。はね、もう、まあ、結構それぞれなんか思いがあるんだけど、その中でもね、うん、やっぱ自分の中でダントツ、うん、とってもなんか思い入れあるのは、やっぱ背中の一面の、うん、あの、全部背中は彫りなんだけど、オイラン。が入ってるのね、うん。で、その背中からこう、お尻に、うん、こっちまでかけて、こう、一つのアートなんだけど、なんかさ、それを決めるときに、なんか、すごいいろいろ考えてて、うん、で、あの、ちょうどさ、あの、まあ、ちょっとほらね、うちの、あの、家庭の事情もして、まあ、ちょっと身内がね、あの、ちょっと亡くなったりとかさ、うんうん、そういうのもあったじゃない、うんうんうん、で、なんかその後にほら、背中入れたわけじゃない、うんうんうん、で、なんかやっぱりなんかちょっと、あの、その人間のなんか本質的なんかさ、うん、悲しみやら、喜怒哀楽だったりとか、うん、なんかその、逆にこう、日本的にさ、日本人ってあんまりこう、人前で感情出さなかったりとかあるじゃない、うん、で、なんか、あの、両、こう、その、テーマってあるじゃない、決めるときに、うんうん。例えば、あの、オイランさんってさ、すごい綺麗にこう着飾ってね、うんうん、あの、化粧も、あの、すごい綺麗にして、うんうん、高い着物を着てさ、うんうん、華やかでさ、うん、で、やっぱりこう、あの、そういう世界で着てるっていう風に見えるけど、実際は、うん、あの、こう、親になんか借金でなんか売られたりとかさ、うん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 、で、あの、笑顔だけど、うん、こう心の中ではこう、ちょっと泣いてるんじゃないかなとか、うんうんうん、なんかその当時の、なんか、うんちょっと身内がね、亡くなった後の自分が結構一時期さ、こう、すごい悲しい気持ちとかだったのに、うんうん、でもなんかこう人と会った時にはなんかそれあまり見せちゃ、なんか周りがさ、こう、変な空気になっちゃうから、うんうん、だから逆に時あんまり出たくなかったっていう、それもあってね。うんうんうん、で、なんかそういうのもなんか重なって、いろいろ考えてたら、うん、こう、あの、世の中でやっぱこう、笑顔もあれば、まあその反対が、うんうんうん、あの、同じ、その、この人笑ってるけど、でも実はなんかすごい悲しみを抱えてるかもしれないしとか、うんうん、幸福と不幸とかなんかそういうね、うんうんうん、あの、反対陰と陽みたいな。そう、陰と陽の、なんかそれをなんかすごい打ち合わせをし、うん、そう、で、その当時のなんか自分のなんかその心境的なものとかも含めて、うんうん、なんか、すごいデザインを考えてたのが、この背中の。そう。で、よくね、これはとってもなんか本当によくできてて、うん、あの、オイラーさん、やっぱりすごい綺麗なオイラーさん入ってるんやけど、うんうんうん、で、あの、こう、若干微笑んでるような感じなんやけど、うん、でもその中になんか悲しみがなんかこう、ずっと滲み出てるような、うん。そう。で、とってもなんかこれはあの、今一番お世話になってる堀さんに。そうそうそう。これ一番思い、なんか一番強いかもしれない。そういう実際のね、その当時のなんかそういう状況だったりとかもあったから、うん、そう。これ本当に好き。芸術だね。芸術だね、本当に。うん、本当に。で、なんかいろんなそういう意味を、一番思い入れがあるっていうのはやっぱこっちかなと思う。うん、そう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 。すごいあの、デザインもすごい考えて、うん、やっぱ時間もかけてね。うん、そう。で、めっちゃ痛かったしね。うん、そうで、なんか、まあ、出来栄えもすごい良かった。うん、だから、うん、そう、色とかも綺麗に入ってて、うんそう。で、これになります。お互いに。お互いにね、頑張ろうね。うんうんうん、楽しもう。そう、楽しもう。楽しもう。うん、楽しくいくよ。イェイイェイもう一回。イェイ
Welcome to BIJ, BigInJapanOfficial.com. If you want to see more content like this, make sure to leave a like, share, leave a comment, and of course, subscribe. See you in next video. Bye bye. Welcome to Big in Japan! ボビーバラスペシャルです!どうも、素晴らしい特殊な選手を集めて腕相撲大会だぜ!皆さんに紹介したいと思います!鬼、ここに全部かけた!それじゃあ、始めました!始まろうよ!何せつも嘘わかんない早く行こうよ行くぜー全部、はい、これがいやー何でもないです僕も30問欲しいですね